こんにちは、デリッシュキッチンです。白菜とちくわの塩昆布和えを作ります。白菜 150g は1センチ幅に切ります。きゅうり1本は半分に切り、縦半分に切り斜め薄切りにしましょう。ボウルに白菜を入れ、塩を少々かけ揉みます。5分ほど置き、水気を少し絞りましょう。ボウルにきゅうりを入れ、塩を少々かけ揉みます。5分ほど置き、水気を少し絞りましょう。ちくわ2本は斜め薄切りにします。ボウルに白菜を入れ、きゅうりを加え、ちくわを加えます。塩昆布大さじ1と1/2、胡椒少々、ごま油大さじ1を加え、よく混ぜ合わせます。盛り付けて完成です。ぜひお試しください。